お疲れ様です。今日はですね、男のソロピクニックシリーズということで、特急あずさに乗って南小谷まで来てますね。ここは南小谷からちょっと山を、登ってところの、竹二街道って言いまして、あの潮の道ってとこですね。その街道まで登ってきて、その、一角でちょっとここから料理作っていきたいと思います。はい、じゃあ作っていきますね。まず、ソロピクニックなので乾杯させていただきます。いただきます。うん、冷えてる。南小樽駅着いた時は結構風があってね、どうしようと思ったんですけど、山登ってきたら結構風もね止んでいて、風裏っぽくなっていてね、ここも雪の壁になっているのでね、風ブロックして、ちょっといいエリアですね。はい、静かです。今日はですね、タラのピルピル、塩ダラのピルピルですね。ピルピルっていうのはですね、アヒージョのようなものなんですけど、アヒージョがさらに進化したような料理と思っていただければいいですね。アヒージョは、例えばエビのアヒージョだったら、エビとニンニクと、鷹の爪ですね。これオリーブオイルでグズグズ煮て塩コショウすればいいっていう感じなんですけど、まあ、ピルピルというのはですね、こういうゼラチン質を持ったこういうタラのようなものですね。はい、このゼラチン質をですね、じっくり低温のオリーブオイルで温めていくように火を入れていって、煮汁を、このタラから煮汁ですねが出てくるんですけど、それがゼラチン質なんですね。ですからオリーブオイルの中にブクブクとなんか汁がね浮かんでくるんですよね。アクのような感じでね、その浮かんできたアクのようなゼラチン質を、オリーブオイルと乳化させて一体化していく、マヨネーズみたいになるような、ね、乳化ですからね。そんな感じのお料理なんですけど、はい、これ今から作っていきたいと思います。結構ねじっくり15分くらいかけて低温で低温のオリーブオイルでスペイン製のカスエラ、これを動かしながらねやっていくんで、ちょっと時間かかりますけど行ってみたいと思います。じゃあ作っていきますね。まずニンニクです。ニンニクも、これね完全に皮むききらなくてもね皮がね剥がれてきますんで、ね、大丈夫ですんでね。おっと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 、またこれね雪の上に置いてるんで変なことできませんね。結構ねニンニクもね大きく切ると低温でねゆっくり調理していくんで、ホクホクになって芋みたいでね美味しいんですよね。こう、まあ、みじん切りしたりねする方もいらっしゃいますけど、こういう野外の場合はねどんどんどーんとでっかく切って、こうやって皮むかなんでもしたらいいんじゃないですかね。手臭くなりますからね。はい、4個5個ぐらいかな、どーんと入れました。こんな感じです。あとこれですね、鷹の爪1個入れちゃいますか。1個多いかな、ちょっと辛いの私苦手なんでね、3分の2くらいにしておきますね。はい、そこにオリーブオイルです。エクストラバージンオリーブオイル、ちょっといいの買ってきました今日はね。はい、やっぱ相変わらず精油なんですけどね、買い物するときは。これをあまり多く入れすぎてしまうとねいけないんですよね。ゼラチンがタラから出てくるゼラチンの量がとオリーブオイルがジャストしてないとちょっとね固まりにくいんですよね。
オリーブオイルが多すぎたり、タラが少なすぎたりすると、結構失敗したりしますね。まあ、失敗してもね、食べれるんですけど、もちろんね。はい。こんな感じかな。これで15センチくらいのカスエラなんですけど、はい。ここにタラを3つ入れちゃいますね。よいしょ。ただ皮のままですね。この皮の間にまたゼラチン質があるんでね。カットしないでしますかね。カットしないでやっていきます。はい、ニンニクに、ガスに火つけましてね。ちょっと強火にして一旦ですね、香りを出しますね。はい。ここではまだ入れませんね。そしたら一回止めます。はい、ニンニクにいい香りがしてきましたね。はい。そうするとこれ取れるんでね、この皮とかね、出ちゃいますね。はい、この皮も持って帰りますんでね、しっておきます。この下にね、ゴミ箱があった、ゴミ袋があったりするんですよ。はい、こんな感じですね。これ一旦冷ましますね。ああ、いい香りしてる。あ、雪がね、あるんでね、雪でジュッとやればね、すぐ冷めるんでね、少しだけほんのり色ついたって感じですね、ニンニク。ここに、まず皮の方からタラを丸ごと投入していきます。まあ、切ってもいいんですけどね、切らずにいきます。3ついっちゃいます。はい、それで火つけます。こっから時間かかるんですよね。弱火でやっていくということです。ですから焚き火じゃね、なかなか作りにくいかもしれないですよね。今日焚き火このソロピクニック用に小型の薪ストーブを買って、今ちょっと暖を取ってますよね。結構燃焼効率が良くて二次燃焼になるものがするらしいんですけど、うん、すごく燃えやすくて、Amazon で1500円で買いましたけど、いい買い物したなぁなんて思ってます。はい、薪がね、周りはもう雪だらけでないんで、ちょっと持ってきましたね。はい、割り箸とか、そんなの。はい、じっくり弱火で、火を入れていきますね。ちょっと5分くらい経ってね、こんな感じになってきましたね。はい、これ少しずつ揺らしていきますね。ブクブク言っていたらですね、はい、決して、あまりブクブク言ってきたら、火から外す、火を止めたりして、調節していきます。今ちょっとグツグツ言い過ぎてるんで、一回火を止めます。面倒なんですね。アヒージョならもっと簡単なんですけどね、ほっとけばできるって感じで、しかも美味しいって感じなんですけどね。これはスペインのバスク地方ってとこあるんですけど、フランスとの国境、まあ、フランス領でもあるし、スペイン領でもあるっていう美食の町があるんですけどね、そこの地方料理、郷土料理ですね。はい、まあ、バスクはまだ行ったことないんですけどね、いつか行きたいとは思ってます。で、少しずつね、常に揺らしていきますね。で、少しずつ出てきたんですけど、なんかちょっとアクのようなものがね、浮いてきてますよね。わかりますかね。はい、これがゼラチン質ですね、この汁が。はい、これをじっくり出していくという感じです。で、出てきたら混ざるように揺らしていくっていう感じですね。ちょっと一回ひっくり返しますね、慎重に。ここでね、ほぐれちゃったりしますけど大丈夫です、気にしないでください。はい、揺すってます。まだ揺すってます。だんだんね、ちょっと乳化してきたような気がしますよね、なんかね。はい、さらに続けていきます。はい、結構ゼラチン出てきましたね。そしたらもう一回ひっくり返します。皮が下に来るように。
でさらに譲ります。はい、だいたい15分くらいでしょうかね、乳化しましたね。はい、この音がピルピル聞こえるらしい。ピル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 聞こえますか？ピルピル、どうでしょうか？微妙ですけどね。はい、はい、出来上がりました。はい、さらに乳化して、いい感じにマヨネーズ状になりましたね。ちょっとこのピルピル音をちょっと、聞いていただきたいと思います。電車のね、時間がね、近くなってきたんで食事シーンが撮れないような気がしてきたんで、この辺で終わりにしてから、あと、白ワインを飲みながらこいつを書き込んで、急ぎたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。塩だらのピルピルでした。どうもいつもありがとうございます。またお会いしましょう。